始まりました、ケンマスクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃん、パン買ってみました。へーってことで、今日は久しぶりに、なんていうかな、パン食べますね。今日昼間の撮影なんで、ちょっとね、ちゃちゃっとこう、美味しいパンの、作り方やりますね。はい、チェリーシャトー。はい、今日の材料説明いきます。これね、パン2枚使いますね。あとこのハムは、まあ全部使っちゃおうか。これ56g、あとチーズ2枚ぐらいかな。あと卵1個。はい、これでやっちゃいます。いや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 、もうね、昼間なんでね、ちゃちゃっといきますよ。でね、これをじゃあやっていきたいと思います。じゃあまずね、このパンだけど、よいしょ、パンのね、こう2枚使いますね、今日ね。で、この今日はこのバターね、この柔らかいタイプを使います。これね、普通のあのバターだったら常温に戻しとくか、レンジで軽くチンして、その普通のバター使ってもいいですけどね。これ塗りやすいんでね、これをね、片面だけこう塗りますね。こうね、こんな感じで、こういう風に感じで、こう片面だけバターを塗ります。あ、ちょっと電話鳴っちゃった、ちょっと待ってね。はい、ちょっとね、今ね、電話来ちゃったんで、昼間なんでね、やっぱこういうことあるんだよね。で、こうやってね、片面にだけこうやってこうね、こうやってね、こうバター塗りますね。こんな感じね。よいしょ。で、この、しっかりこの年季の入ったこのレンゲでね、こうやると、こう、塗りやすいですから。うん。よし。こんな感じで、片面にだけバター塗ります。よいしょ。はいはい。よしと。はい、OK でーす。そしたらもう、準備はもうこれだけかな。よし、じゃあ早速やっていきますか。よし、じゃあね、早速ね、やっていきたいと思います。まずね、フライパンに、このね、油ね、まあ、なんだろう。まあ、大さじ1杯分ぐらいかな。で、これ、こう、ちょっとこう、なじませて、よいしょと。で、まあね、今日のやつはね、このね、焼き方に、まあ、ポイントがあるんですよね。なんかね、YouTube、まあ、見ててね、なんか、海外のサイトだと思うんだけど、このやり方やってて、あ、いいなと思って、ちょっとまあ、再現しますね。でね、で、これね、こう、まず、この卵をね、こういうふうにね、こうね、ここにね、目玉焼き作るみたいに、こう入れちゃうんだよね。よし。そしたら、あ、まあ、崩れちゃったけど、まあ、これね、崩れてもいいの。で、こんな感じで、こう、少し、こう、ジグってなってきたところに、よし。はい、ジグってなってきますね。よいしょ。はい、そしたら、このバターの塗ってない方を下にして、こうやってこう、乗っけます。よいしょ。はい。で、まあ、火加減中火ぐらいかな。でね、こうやってこう、ちょっとこの、端に出た部分はこういうふうにこう入れちゃうね。で、そうすると、この、なんていうかな、このパンとこの目玉焼きがこうくっつくんですよ。この、やっぱりこうやってこう熱入れていくと、こう最初ぐじぐじしたとこからやると、よいしょ。はい。ただね、ちょっとだいぶ弱火の方がいいかな。よし。で、ちょっとこう立ったらくっつきますから、よいしょ。はい。じゃあこれをね、パーンと裏返す。ほら、そうすると、この、まあちょっとね、この半熟、まあ今は半熟ぐらいだけど、こうやってこう、パンにこう、卵がくっついた状態になります。はい、そうしましたら、ここに、ね、この、お好きなやつをね、こうやってこう、まあ今日はハム豪快に入れちゃいますね。こんな感じで。いや、本当これ4枚ぐらいでいいと思うけど、これ1人なんでね、全部入れちゃいます。よし。そしたらここの上にこのチーズね、よいしょ。で、これもパーンってこうね、パンのね、やっぱ上に乗っけるわけだから、必ずこう、なんていうのかな、パーンパーンってこう掛け声かけると美味しくなるよね。で、そしたらこの上に、この、こうか。このバターが塗ってるところは焼くと香ばしくなるから、
今度このバターの塗ってるところをこうやってこうこういうふうにこうあれして上にして、でこれをね今度よいしょよっこいしょと、でこれでこうパーンとこうひっくり返すわけです。よし。そうするとね、このほら、この下面はバターが塗ってある方ね。そうするとね、これはほらバターの塗ってある方が一旦焼いたんで、ここねパリパリしてるんですよ、めちゃめちゃ。でこれがねめちゃめちゃいいわけですよね。よし。でこんな感じで、こう、あーバターのめちゃめちゃいい香り。すごいやっぱりこのバターがね表面塗ってあるから、あのここね弱火でこうじっくりやってくださいね。よいしょ。でこのここの表面がパリパリしてバターの風味が乗っかってて、中のチーズが溶けて中半熟の卵みたいなね、これはこの最高ですよね、この焼き方で、ね、これね本当にね美味しそうだなと思ってやってみたいなと思ったんですよね。なんかねサイトの名前忘れちゃったんでね、たまたま出てきた YouTube で見たんでね、うん、あれなんだけど、多分あの外国人がやってる動画だったんですよ。でもこれね簡単に再現できるからやってるんだけどね、いや美味しそうだよねこのやり方。そしたらこれでよいしょ、どうかな、こんな感じでパーンと、ほら裏面もねいい感じ。うん、裏面がもうちょっとやった方がいいかと思うな。まあそしたらねこういう状態になってるからね、あとまあチーズがまだ溶けないからもうちょっとじっくりやった方がいいかも。でここでもしあれだったらこれちょっとのっけて味入れちゃうのもいいよね、こうやってこうあのケチャップね、よいしょに、ね、ちょっとマヨなんかもねいいんじゃないかな。でこんな感じでね、これは外人はやってなかったけどね、でこんな感じで、でまたほらこれをのっけてよいしょと、ほい、あ、逆にしちゃった、あ間違えた、逆にしちゃった、本当はこれ逆だったんだ、まあいいや。そしたらね、あの慌てないでどの道焼くからね、少しバターが多めになるけど、こっちの方に麺もよいしょ塗っちゃえば問題ない。うん、こういう失敗してもまあさらに、あでもこっちの方がいいのかな、こっちの方が両面香ばしくなるからいいかもしれないね。あむしろ怪我の巧妙だ。よしこれで、よしよ、そしたらもう一発このよいしょ、気をつけてねこの火傷しないように、このフライパン返しかなんかでこうやってよいしょとバーンと、あーもう最高だねこの焼け方、いや最高だわ、よいしょ、よし、これでねこの裏面がしっかり今焼いて、でチーズねがもうちょっと溶けた方がいいと思うんで、少しこう弱めで、うん、たまたま間違えたけど今のやり方いいかもしれないね。そうすると熱い麺がチーズにくっつくから余計チーズ溶けやすいしね、あの味も濃くなっていいかもしれない。あいい感じですね。よし、そしたらねしばらく経ったらだいぶチーズもいい感じだと思うんでね、でねこっちの方はこうバターの方がね焦げた感じ、こうパリパリしててね、これは絶対美味しいはず。じゃよし、はい、そしたらねここまで両面しっかりきれいに焼いたら、はい完成となります。さあよし、はい、そしたらね、はい、できたてのこのハムエッグトーストを中どうなってるかちょっとカッティングしてみたいと思います。わー楽しみ、はいはい、よし、じゃあカットしてみますね。ちょっと斜めの方が可愛いかな、こんな感じでさっと、さあどうでしょうかね、よっパーンオープン、わーこんな感じ、めちゃめちゃ美味しそう。よし、さあそしたらこんな感じで断面見せて、はいこんな感じで、はい完成しました。今日の簡単料理ね、フライパンで作る簡単、ハムエッグトースト完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね早速ね食べてみたいと思います。今日の感じこんな感じだよ。
美味しそうに取れてるかな、どうかな。いや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 、美味しそうにできました。ってことで、はい、これを食べる前に、はい、いつも通り、はい、ゴモティーターン。今日はお昼なんで、このゴモティーをと一緒にやっていきたいと思います。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。乾杯。おいしい、もう毎日楽しい、へへー、ワイルドだろ、へへへー。ってことで、今日の感じこれだよ。この迫力わかるかな。めちゃめちゃ美味しそうですよ。でこれね、中にハムと、半熟卵チーズですよ。もう最高に美味しそう。じゃあいただきます、いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。すげえ美味しいよ。この焼き加減最高だったな。このチーズもね、とろっとしてるし、もうバター、うん、これね、しっかり効いてるし、この周りがね、ほんとね、パリッパリしてんの。いや、パリッパリしてバターの風味しっかり効いてるし、あの中の、ハム、チーズ、卵のバランスがめちゃめちゃいいっすね。すごい美味しい。うん、これはうまいな。うん、これほんとさっきのこの焼き方で正解ですね。うん、まあトースターでこう、ある人はもう焼いて同じようにできるんでしょうけど、僕なんか今ないんで、フライパンでこうやってね、やることによって、まあしっかりこの 目で見ながらね、この火加減と焦がし具合も調整できますし、すごく美味しい。とにかく美味しい。このバターの風味がたまんない。うん、これだけボリュームあったら、このね、このパン2枚のこのスタイルで十分もうお腹いっぱいになっちゃうし、でもしあれだったら、このね、焼く工程の時に、最後の方でね、ちょっとこうパタッと開けて、レタスとかトマトとかも挟んであげるのもありかだと思いますね。このなんか方式もまだまだ進化しそうですね。このやり方とっても気に入ったんで、またなんかね、他のものを入れたりね、何かこう、違う細工のサンドイッチできそうですね。まあとりあえずね、今日のこの基本的なね、ハムとハムエッグだね。うん、ハムエッグトースト、ヘイ、大成功です。ヘイ、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。